スと学ぶプラテティィシ今回はザグリをサポートなしで 3D プリントするテクニックを2つ紹介するのだフュージョンでも作り方はそんなに変わらないのでやってみてほしいのだザグリとはボルトなどの頭を隠したり安定させるために平らに開けられた穴のことなのだキャップボルト用の段になっているものは深ザグリというそうなのだ ここに3つのザグリ側を下向きでプリントする場合このままだとサポートが必要1つ目は真ん中のボルト穴を塞いでサポートが不要な形にしてみるのだザグリを選択してスペース作業平面を作成するのだボルト穴の部分を選択して1層分の 0.2mm だけ押し出して穴を塞ぐ。 こうしてしまえばザグリの箇所はすべてブリッジになるのでそのままプリントできるのだ。今度は2つ目の穴で作業平面を作成。センターレクトアングルで穴径に合わせた四角を描くのだ。この穴は 3mm なのだ。もう一度センターレクトアングルを選び、幅は 3mm、長さをザグリより大きな長方形を描くのだ。 まずは最初に書いた正方形を全て選択。真ん中の穴部分を選ばないとエラーが出たのだ2層分のの 0.4mm 押しし出してザグリを削るのだ。次に横の2つも選択して今度は 0.2mm 押し出すのだこの形にすることで3段に分けられたブリッジができるのだ。 最 1>, 1層を 0.2mm 以外でプリントするときはそれぞれ押し出しの距離を読み替えてほしいのだ1段目は押し出ししていない大きなザグリ面ボルトの頭は主にこの面に接触するのだ2段目は大きなザグリ面からのブリッジ最後にボルト穴の四隅をプリントすることでサポートなしでのプリントが可能になるのだ書き出ししてプルサスライサーで読み込んでみるのだ 一つは何もしてないザグリなので当然サポートが必要。強制サポートをつけてスライスしてみるのだ。スライスできたのでどのようにプリントするのか見てみるのだ。左の穴がサポート付き。この時点でどの穴もボルトとの接触面をプリントしているのだ。左はサポートの上に 3mm の丸穴を作成。 次の層からもそのまま伸びていくのだ真ん中はまずザグリの大きなブリッジだけ作成次は横方向のブリッジを作成ここでやっと丸穴を作成することでサポート不要になるのだ右の穴は一層だけブリッジで全体を塞いでその上に丸穴を作成することでサポートが不要だけど 後処理として塞いだブリッジに穴を開けるる必要があるのだ。下から見てみるとこんな感じプルサは真ん中の段付きのザグリをよく使っている印象なのだ右の一層塞いでしまう方がボルトとの接触面が大きい気がするけど実際にはきれいに穴をくり抜くのが大変なのだ。 最後にプラスチックで段付きのザグリを作成する時の注意ポイントこっちの段を先に作ろうとするとエラーが出て失敗するのだ後々解消する可能性もあるけどそれまでは真ん中の四角から作成するのだ。 今選択している横の四角は外側がザグリの円をはみ出しているのだこれでは段がザグリに沿わないのだザグリを選択後スペースを押して作業平面を作り直して選択すると今度はちゃんと円に沿ってへこますことができたのだ手順によって切り取りできない場合があるけど。 どうしてもダメな場合は一旦ソリッドとして作成してからブーリアンするとできたりするのだ。こんな感じでザグリ穴を作るとサポートなしでプリントできるのでやってみてほしいのだ。この動画を見て少しでも参考になったなら高評価、チャンネル登録よろしくなのだ。